バンダイ号墜落事故は、1971年7月3日に、函館空港に着陸直前であった、東亜国内航空の YS-11 号各機が、函館北方の横津だけに墜落した、航空事故である。乗客、乗員68人全員が死亡した。事故原因については、航空契機の誤読による、パイロットミスなど様々な説が唱えられたが、 確定されるまでには至らなかった。1971年7月3日、東亜国内航空63便として YS-11、バンダイ号が岡玉空港から函館空港に向かっていた。函館空港上空周辺まで接近していたが、18時5分頃の更新を最後に消息を絶った。事故当時の空港周辺は、 空が強く、着陸が可能な最低限の条件を過労じて満たしている程度であった。19時40分頃から、海上保安庁と自衛隊による捜索が開始された。悪天候により、墜落地点が雲に覆われていたことや、事故発生が夕刻を過ぎた、時間帯だったことから墜落した機体の発見は、遅れたが、事故発生翌日の17時25分頃、 自衛隊のヘリコプターが横津だけの南西斜面で墜落したバンダイ号の機体を発見した。事故調査によって正確な墜落時刻は18時10分頃であることが分かった。この事故で、機長、服装縦士、客室乗務員2名、乗客64名の計68名全員が死亡した。事故翌日の7月4日には森谷富次郎東京大学名誉教授を 委員長とする事故調査委員会が編成され、事故原因の究明を行った。しかし、同期には、フライトデータレコーダーや、コックピットボイスレコーダーが搭載されていなかったことも、あり、結局完全な事故原因を明らかにすることは、できなかった。事故発生当時、空港上空は雲に覆われており、戦術の通り着陸に関する、最低限の条件を過労時で満たしている程度であった。 また、上空の強風によって機体が大きく流されていたと考えられた。そのため事故原因として、操縦上員が進路を変身する地点の目安となる、無指向性無線標識上空に達していないにも、かかわらず通過したと勘違いし、早めに変身したために、着陸侵入操作として、高度を下げたところ産地に激突したという説が、大勢となった。当時の NDB の制度は、 必ずしも高いとは言えず、標識の直上でなくとも機上機器が直上通過したと表示する事故が、本件事故発生以前にもたびたびあったためである。しかし、この説には異論がある。前期のようにフライトレコーダーやボイスレコーダーがなく、決定的な証拠を書く中で早々にパイロットミスと決めつけることへの批判があった。特に、事故調査委員会や NHK の取材に対し、 函館空港や市街地でバンダイ号と思われる飛行機の音を聞いたあるいは飛行機そのものを見たという角度の高い証言者が多数現れたことから事故機は空港上空まで到達していた可能性が出た目撃者らの証言を集めると一旦空港上空まで到達旋回して函館市街地を低空で西に飛行した後北に向かって 震度を変え山の方に向かったという功績が割り出された。しかし、その功績が異例のものであることや、完成と事故機の更新内容と矛盾すること、NDB 直上通貨を勘違いしたという仮説と整合が取れないことから、事故調査委員会が大いに紛糾する事態となり、結果的にこれらの証言を採用しない形で結論が出された。このことが原因で、事故調査委員会で、 証言担当を務めた海保やスハルが報告書提出前に抗議の辞任をしている。事故調の仮説とは異なる仮説としては、箱立近辺の航空地図だけがレイアウトの都合から、北方向を上にする通常の書き方ではなかったため、誤読したとの仮説や、貴重に不足の事態が発生し、来日して間もないアメリカ人副操縦士が、 箱館の空に不慣れなため事故に至ったとの仮説もある。実際に、機長席で操縦していたのは、機長昇格訓練中の副操縦士であった。副機長の飛行時間は11,725時間であったが、大部分はアメリカ海軍時代のものであり、YS-11 の飛行時間はわずか158時間であった。加えて、箱館空港への離着陸経験はなかった。 1972年12月18日、事故調査委員会は調査結果を発表した。パイロットが時期の位置を誤認し、旋回中に降下を完了しようとした結果、さらに西に経路を逸脱した可能性が挙げられた。また、強い南西風によって機体が大きく流された可能性も指摘された。乗客の中には、事故発生の前年春に管理場、力栄館が、 天皇賞を制するなど、すでに数十年のキャリアがあり、さらなる将来を職望されていた、中央競馬調教師の柏谷富江がいた。また、柏谷と一緒に登場する予定であった同様の、調教師の西塚と勝は当日、岡玉空港までやってきたが、空港への到着が遅れたため、自分の空港到着時の63便にはすでに、 キャンセル待ちの客が登場していたことなどの事情も絡み、札幌に一泊することにしたのをきっかけに難易を逃れている。南茅部町の米田明町長も犠牲になった。東亜国内航空は犠牲者の遺族に対して一人当たり100万円の見舞い金を支払った。この額は翌年発生した日本航空ニューデリー墜落事故の再見舞い金額決定の参考となった。 墜落現場近くには、慰霊碑が建てられ、追悼行事が開催されている。ありがとうございます。